邪気に影響された状態で未来のことを決めたり、人とのコミュニケーションを取ったりすると、やっぱりトラブルが引き寄せられやすくもなりますので、皆さんこんにちは、スピーチャーリッチ三輪です。今日もありがとうございます。パワースポットというと、近くの神社に行くとか、ちょっと遠出して大自然の中に行くとか、お出かけをしていくところというイメージがありますけれども、普段から時間を過ごしているお家やお部屋の方をパワースポット並みに整えた方が、自分も家族も長期的に開運していくんですよという話を時々させていただくんですけれども、その中でもトイレって皆さんすごく注目される場所なんじゃないかなと思うんですね。特にトイレと金運の話ってすごく有名ですよね。トイレを汚くしているとお金の巡りが停滞するとか、反対にトイレをきれいな状態にしているとお金回りが良くなるとかね。その根拠は陰陽五行だったり、あとは風水だったり、あと統計だったりもするわけなんですけれども、とにかくこれは僕も実体験してきてるんで断言できることなんですけれども、やっぱりトイレを正しく整えていると金運にとどまらず人生全体の流れが充実していきます。名店と呼ばれて長期間にわたって繁盛しているようなお店なんかも、どこに行ってもトイレが綺麗だなと思っています。その話は何度かしてきましたんで、もうすでにご自宅のトイレをパワースポット並みに綺麗に整えられている方もいらっしゃると思うんですね。それで今日は、一度トイレを綺麗に徹底的に整えた後に、運気アップのために心がけたいこと、トイレでできる5つの開運アクションについてお話していきたいと思います。はい、ということで早速いきましょう。トイレの開運アクション、1つ目ですが、これはちょっと基本かもしれないですね。毎日トイレ掃除をするということです。ホンダ創業者の本田宗一郎さんとか、あとはパナソニックの創業者の松下幸之助さんですね、両方日本を代表する歴史的な起業家ですけれども、彼らも毎日トイレ掃除をしていたという逸話が残っています。あとは芸能界で成功されているような方も毎日トイレ掃除をされていたような経験があったりするんですね。ビートたけしさん、タモリさん、あと和田アキ子さんといったように、もう大御所の方々ですね。こういった方々もトイレ掃除マスターとして有名ですけれども、他にもたくさんいらっしゃいます。毎日そんなことしなくてもと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、どうして毎日トイレ掃除をした方がいいのかっていうとですね、トイレはやっぱり一日中水が溜まっている空間だからなんですね。これは風水でも陰陽五行の考え方でもそうだと思うんですけれども、陰と陽で言うと水は陰のエネルギーが強いです。それでこの陰のエネルギー自体が悪いということでは決してないんですけれども、こまめに整えないと気が古くなって邪気ですとか水気を呼び込む原因になってしまうという性質もあります。そしてトイレに溜まってしまった邪気や水気っていうのは、その扉を開け閉めした時にトイレからお家全体にもこう流れていくと、広がっていくというふうにも考えられています。お家全体に邪気が広がってしまうなんて嫌ですよね。あとこれは信じる信じないっていうのは人それぞれなんじゃないかなと思いますけれども、ちょっとね面白いのでお話しすると、トイレには神様がいるなんて言われることがありますよね。トイレをきれいにしているとトイレの神様が喜んでくれて、その家に金銀財宝をたくさん持ってきてくれるみたいな、そんな話ですね。どっかで聞いたことがある方少なくないんじゃないでしょうか。このトイレにいる神様っていうのはですね、薄様明王と呼ばれていまして、全ての不浄を聖なる炎で焼き払い浄化してくれる、そんな神様だと言われています。トイレの汚れと一緒に邪気や水気といった不幸を呼び込む気を浄化してくださると、そういうことなんですね。ちなみにこの薄様明王は綺麗なところが好きで、トイレが汚れてしまうといなくなってしまうと言われています。トイレ掃除が苦手な方はですね、この薄様明王さんが常にトイレで生活しているようなもうイメージを頭の中で思い描いていただければ、汚くする気にもなりづらいでしょうし、常に綺麗にしようと心がけられるんじゃないかなと思います。そうそう、トイレ掃除でですね、これから意識していただきたいのはタンクの下ですね。タンクの下ってトイレの死角になっていることが多いと思いますので、ここは特に念入りに掃除してみてください。トイレ掃除は掃除をした本人の運気が分かりやすい形で上がる開運アクションです。なんですが、特に家族全体の中で金運を上げたいという方は、その一家の大黒柱の方が掃除をすることで家庭全体の金運が上がると言われていますので、もしあなたが大黒柱でない場合は、ちょっとね、そのお家の大黒柱さんを説得してやってもらってみてください。はい、ではトイレでますます開運する2つ目のアクションですけれども、
2つ目はトイレの水を流す前にトイレの蓋を必ず閉めておくということです。運気アップのためにはトイレの蓋は必ず閉めましょうという話、これ結構前から言ってるんですけれども、トイレのですね、水を流す時も必ず蓋は閉めておいてください。これ時々水を流した後に蓋を閉めるっていう方もいらっしゃるようなんですけれども、これ先に蓋を閉めるようにしてほしいんですね。トイレは物理的に用を足す場所でもあるんですけれども、エネルギー的にはもう不要になったエネルギーを落としたりだとか、自分の中の不純なものとか役を置いてくる場所でもあるんですね。トイレの蓋を開けっぱなしで水を流すと、せっかく落とした不純なエネルギーですとか役を部屋中、そして自分の全身にこう撒き散らしてしまうわけなんですね。ですのでトイレの蓋を開けるのはもう本当に用を足す時と掃除する時、その2つだけにしていただきたいです。その他の時間も水を流す時も閉めた状態を徹底しましょう。はい、ということでトイレの開運アクション、次3つ目ですけれども、3つ目はトイレに長居しないことということです。トイレの中でゆっくり本ですとか雑誌を読むのが好きな方、あとはそこでじっとゆっくりするのが落ち着くよという方も結構多いんじゃないかなと思うんですけれども、これは運気運勢の世界では NG です。それはやっぱりトイレは水回りだったり役を落とすところだったりと、こう家の中でもエネルギーのバランスがもともと整いにくい場所だからなんですね。そういうエネルギーが整いにくい場所にわざわざ長時間身を置く必要はないよねという、そういうことでもあります。しかも本や雑誌って紙ですよね。紙類や布類は邪気を含みやすいという話を前にしたことがあると思うんですが、雑誌はトイレに置いておくと邪気をどんどん吸収してしまいます。なのでトイレで本を読んだりするのはやっぱり避けたいところなんですね。他にもトイレで大切な予定を立てるとか、仕事のメールのやり取りをするとか、あとは友人とメッセージのやり取りをするっていうのも、わざわざそうやって邪気が溜まりやすいトイレの中でしなくてもいいことだと思うんですね。邪気に影響された状態で未来のことを決めたり、人とのコミュニケーションを取ったりすると、やっぱりトラブルが引き寄せられやすくもなりますので、なのでトイレでは排泄か掃除以外はしないという意味で長居をしないこと、これを心がけてみてください。では次ですね、トイレの開運アクション4つ目はこまめな換気をするということです。トイレはできるだけ換気機能を整えておいてください。換気扇はもちろんですが、窓があればさらにいいと思います。一日中水が溜まって陰の気が強い空間ですから、トイレに窓がある方は窓を開けて日の光ですね、つまり陽のエネルギーを取り込んで、そして陰陽のバランスを取るということが大切なんですね。窓がなくて換気扇でしか換気ができない場合、気になる方はプラスで空気清浄機なんかを使うといいんじゃないかなと思いますし、そういうものを置くスペースがない場合も換気扇に合わせて空気の浄化に効果的な自然のアロマオイルですとかお香、もしくはホワイトセージなんかを使ってみるといいと思います。僕はセージが好きで時々家中ホワイトセージで浄化するんですけれども、アロマオイルが好きな方だったら、浄化と厄除けですから、ラベンダーなんかがいいんじゃないかなと思います。やっぱりこれは天然のものを選ぶようにしてください。はい、ということで今日最後のトイレの開運アクション、5つ目はトイレの空間を明るくするということです。トイレっていうのは陰の気が強い場所だよって話したと思うんですけれども、その陰と陽のバランスを取るために一日中照明をつけておくのも全然ありです。でこの照明の明るさは陽になりますので、単なる部屋をね明るくするためのものだけじゃなくって、その空間に陽の気、陽のエネルギーをプラスしてくれるものなんだということなんですね。でどちらかというとちょっと青みを帯びた冷たい感じの照明じゃなくって、黄色とかオレンジ系のこう暖かい系ですね、暖色系の照明がいいです。薄暗いトイレってなかなか運気悪そうですよね。はい、ということで今日はトイレ掃除を一度徹底的にやって、トイレをパワースポット並みに整えた後にやっていただきたい、こだわっていただきたい、開運アクション5つについて分かち合いさせていただきました。トイレが清潔で気持ちよく快適になれば、金運だけじゃなくて運気全体がアップします。ぜひできることからお試しください。では今日の動画が役に立ちそう、面白かったと思われた方はぜひいいね、そしてチャンネル登録もお願いいたします。では今日も最後までご覧いただきありがとうございました。スピーチャーリッチ3輪がお届けいたしました。あなたの大成功をお祈りしています。